皆さんこんにちは、ゆうせいです。今日も青にオンラインパート3、青の塔をやっていきます。今ね、青の塔のイベントがあるから、先にそう15回まで行ったの。このゼウススキンね、ゲットしたんですよ。はい、苦労して、はい、ので16回をやっていきたいと思います。怖いな、これさ、15回よりも難かったら絶望すぎるんだけど、なんかフワッティが3体いる、怖いな。フワッティあんま得意じゃない。ではやっていきます。 Go! Let's go! うわ、クワガッティ鬼が襲ってくるさ、怖いね。ゼウススキンで来ちゃった、まあいいや。ゼウススキン本気を出そうじゃないか。なにこれ、開かないよ。なにこれ、なにこれ、日本中飛び回ってきてるんで。ねえ、開かないよ。向こうの方。ねえ、開かないよ。あ、やべえ、そうそう。どこに来るんですか。それないでしょ。ね。それないでしょ。さあ、リトライ。ウィウィウィーや。まあまあね。まだ1回目だから。まだ、まあまあ、まあ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 。まだ1回目なんで。慎重に。よっ。逆回り。あんまり早すぎると。まあまあまあ、まだ2回目ですから。2回目だからね。あ、それ仕方ない、ね、うん、仕方ない。まあ3回目でプリッチョね。だってここで来るから先だけ、だけスースースーちょっとするだけだから。うん、なんかいて、やばいから。ゼウスかっこいいな。あんまり早すぎると逆回転されるから、あんま早く行かないやつ。ちょっと行く。ねえ、また逆回りしてくるのはないでしょうね。逆回りするのやめてね。なにこれ、青にいいんだけど、なにこれ。でっかすぎるから、まあ、これ失敗したら、スキン変えるかな。スキン変えましょう。でもゼウス好きだわ。でかいけどかっこいいっていう、あとゲットしたこの嬉しさよ、嬉しさ。逆回転しないでしょ。だから逆回転すんのないでしょって。逆回転するのないでしょって言ったでしょ。逆回転ダメって言ったのに、なんで逆回転するの。はい、積んだ。あー、いじめないで、ゼウスをいじめないで。やべえよ。ちょっとスキン買いまーす。どれにしよう。ひよこちゃんもいる。サギちゃん、この鳥もいいしな。テントウムシにする？テントウムシ。テントウムシ。七星です。うん。浄化のがまずい。つまずきそう。はい。え、いいや。レグイヨ、レグイヨ、レグイヨ、死んでる、死んでるや。レグイヨ、ここが飛ぶよ。
あんたいっつも逆回りするんで、それそこって言うんだよ。ラスト1回にしたい。これくらいできなかったらもう知らない。めっちゃむずいってことにしとく。いっつも怖がって逆走してくんだよ。じゃこの辺で待っとく。じゃあ一回この辺で待っといて、ちょっと俺の方に近づける。もしたら逆走してこないんじゃないかなって。オッケー、あいつ逆走してなかった。あそこに閉じ込めるのもありだよね。赤道で閉じ込めて、パンツ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 。赤道閉じ込めてる暇がない。おいしょー。ギュータイミングがいい。本当は良いじゃないけど、うわい、ういういうい、トーチケヨンも最後にランダムマッチしたいな。あ、いつの間にか40レベルになってる。スキン変えろ変えろ。いいや、かっこいいです。最後ランダムマッチ しようか。なんか上に人がいるぞ。ゼウスの上に人が。なんで？なんでゼウスの上にいなくなった？とにかく青かきを集めよう。豚も持ってるんだけどね。スキンチェンジしたいから。まだスキンチェンジしてねえのかって思われるかもしれませんけども、下手くそなもんでね。すみません、下手なんですよ私は。ここのね、額縁とかね、あるんだよ。ボットって、あ、やった鍵。うわー、ゼウス、ゼウスは絶対にやられないもんね。なんかピーンって聞こえたよ。何？嫌な、嫌な足音が聞こえるよ。だよ。足音、青鬼の足音なんて聞きたくねえよ。ティーンティーンティーン。僕が出ちゃうのに。いい、やった。操作がしづれ、でっかくて。でもゼウス好き。待って、上から青鬼来てなかった？わー、来てるー。やりこうじゃねえよ、お前は。もう誰もないってボットを見たんだ。うわー、待って、キル来てる。ちょっとこっちだ。さっき青に植えた方に行くってめっちゃ怖いよ。ちょっと怖い、ちょっと怖い。トーチキ欲しい。たまにこっち行ったんだよ。うわー、足音。トーチキ、バイバーイ。さよなら。ゼウス、ゼウスあんなでっかいのにロッカー入れるんだ。あー、ヒー来てても、ムスムスムスしちゃう。やだ。
これしたくない。ここにいる。ブーンブーン。ブーンブーン。青にぎりできるんじゃない？ゼウスで青にぎりできるかな？あと一人、やられて。お願い、やられてくれ。ゼウスの勝利を飾りたい。だけれども、なんでなんか、また聞こえるのとか。めっちゃやばくない？なんかめっちゃ今さ声がさ「やっ！」っていうのが出ちゃったけどさ「バーン！」「イエーイ鬼ゲー！ゼウスの鬼ゲー！ゼウスの青鬼ゲー！」裏ステージ来ちゃったよ。ゼウスの裏ステージ初めてだ。ゼウスでフラステージ行くよ。なんかこっちに横に置きます。ポイントは左におびき寄せて右で回す。右でおびき寄せたら左で回す。そうすれば安定がする。わーこれむずいパターンのやつ。パターンを覚えている。やったパターンを覚えている。見えなかったけどパターンを覚えている。本当は速くなるんじゃない？やんやん。あああ今ストップ。なんかさっきのセーフだったっぽいけど。これはもう宝箱開けちゃうか。勝利を飾りたいので、じゃあこれ真ん中引こうかな。真ん中引こうと思わせて右を引いていく説。イエーイ。持ってね。やったーやったー。ゼウスで青逃げ、ゼウスで上逃げ、そして持ってないスキンを手に入れる。ゼウスも取れたし、今日はこれで終わりにしようかな。ゼウス青の塔25回いけるか。続きはまた次回。はい、今日も伝説の鼓動の開封やっていきます。じゃあ今日は HP の合計勝負やる？オッケー。じゃあまずゼウスから開封します。じゃあ1枚目セノセルトン。おお。バーチル。これさ、見た目はでっかいけど、中身はさ、ほんとはちっちゃいんだろうね。ほんと、こんくらいで、こんくらい。2枚目。せーの、ドン。おー。つつけら。これもさ、なんか鳥だけど、なんかちっちゃくて可愛いよね。3枚目。せーの、ドン。おー。たまたま。卵ポケモン。これさ、フライパンで焼いたら美味しいよね。4枚目。セノセルトン。スーパーレア。スーパーレア。大人のお姉さん。スーパーレア。大人のお姉さん。ちょっと待って、これ。HP の合計勝負なのに、大人のお姉さん嬉しいけど、これ、HP ないんだよ。HP ないよ。すごいけど、HP ないよ。うん。5枚目。おお、デンチュラ。さっき出た、なんだっけ、バッチルの進化だね。じゃあ、6枚目。せーの、セルトン。
大人のお姉さん。きれいに出た。なんかキラキラってキラキラじゃないのが出たんだけどね。大人のお姉さん2人出たよ。最後7枚目。せーの、せーで、ドン。バッチモンキー。これ紫のさ、海だからなんか食べたら毒がありそう。ってなりそう。流星のはこの7枚が出ました。次はなるめが開封します。1枚目。せーの、ドン。つぼつぼ。甲羅の中に溜めた木の実はドロドロのジュースに変わるんだって。次、2枚目。せーの、ドン。ペラップー。これは音符ポケモンだね。次、3枚目。せーの、ドン。ヤンヤンマー。顔を動かさずに360度全部見えるんだって。次、4枚目。せーの、ドン。ゼルネアス。これは生命ポケモンだね。次、5枚目。せーの、じゃん。ナッシー。これはたまたまからの進化。次、6枚目。せーの、ドン。デデンネー。ヒゲがアンテナの役割なんだって。最後7枚目。せーの、ドン。ゴツゴツメット。グッズだね。なるみのはこの7枚が出ました。じゃあ、計算だ。はい。じゃあ、いきますよ。せーの、せーで、360、ということで、勝ちでーす。イエーイ。今日の罰ゲームは、さっき優勢が出した、この大人のお姉さんの真似をしてもらいまーす。なんではい、見てください、これ。なんでなんでこの真似？オッケー、いきますよ。3、2、1、どうぞ。では、次のポケ開封もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。